お前この後やること頑張んないといけないのか。応援してやってください皆さん。皆さんの応援が血となり肉となります。そんなにはならん。そんなにはなります。力になるぐらいにしとく。嘘になっちゃう。もう12時になっちゃいそうですよ。笑ってますこいつ。笑ってるように聞きました。今俺この前ゲラの収録ちょっと寝不足で行ったんだけど、うん、相当後悔したからさ。そうなんだ、うん、影響出た。影響出たよ。後半のバテ具合がすごかった。寝てたちょっと。絶対ダメだろ。そんなにダメだった。ダメって、え、何俺の喋りが。あ、違う。あん、あ、そういうことじゃない。あ、すごい尖ってる。俺はな、はい、自分で言うのはいいけど人に言われるのは許せねえんだよ。いるけどたまにそういうやつ。週に1回この日は朝配信って決めてやろう。そうしよう。朝配信 見るのもすごいな。俺朝とかもうギリギリまで寝て準備だけに時間使うみたいな、うん、でそのまま担架に運ばれて会社に搬入だもん。どんな状態だ。え、俺出勤してんじゃなくて搬入されてんの。準備中に聞くのが好きな。あ、なるほどね。彼を応援してあげてください皆さん。お願いします。その応援が彼の筋肉を作ってます。作ってないですだからね。筋肉は、その体の組織まで言うと嘘になっちゃう。活力になりますとか。あ、頑張って生きてますね。わあ、ありがたいですね。なもんかツイキャス。わあ、バンティーだ。通りで裏声綺麗だなと思って。あ、ちょっと疑ってたんだ。そいつバウンディなんじゃねえか。お前もしかして憂鬱？憂鬱ですね。あのもののけでも憂鬱なことあるんだってさ、みんな。明日も頑張ろうね。こいつここ20分間ずっと中身のないことしか言ってないんじゃないですか。もしかしてこいつ。あれもしかして捕まった？これ。右から来たものを左に流して、左から来たものを右に流してるだけじゃないですか。そういう、今気づいたんですけど。中身ないんだってさ。こいつ。俺の発言をコメント欄に流し、コメント欄の発言を俺に流してるだけだよ、こいつね。こいつただの卸売業者だよね。トークの。中間マージンだけで生きていくなよ。うわぁ。ベスパに免じてもう一回。あ、ベスパに免じることあんだ。うん。明日からまた日月か。あの歌。ヤマピーが、うん、その、カウバーリー。変わるの部分を歌ってたけど。あるな、うん、じゃあニュースか。そう、変わり変わるふん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 みたいな感じで、で、うん、次の、うん、もう一回最後のラッサビに行くんだけど、うん、そのラッサビ手前で引退してたな、ニュース。途中で嫌になっちゃったの。あ、初見性サポーター登録、全然ツイッターフォローお願いしますね。ナイファイ今何つったお前。あれ逃げれてなかった。サポーター登録と通知と、イエス、イエス、その後で、その後ナイファイだー。いや、よくない。てかお前も言ってなかった。みんなこの後のモノキ君に拍手を。うわ、ありがたい。拍手と頑張れの声を。あら、いいんですか。わあ、嬉しいな。うわあ、いっぱい来てるな。いやー、いっぱい来てるな。いやー、ん？いやー、いっぱい来てる、いっぱい来てる。応援がいっぱい来てるな、俺の元に。来てる。うん。は。いやいや。おかしい。いや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 、二階堂くん。はい。そこは二階堂くん。みんな、この応援が、もののけの家の基礎となり、壁となり、屋根となるよ。いや、嘘ついちゃってるよ、最後までこいつ。こいつ嘘ついつき続けて、ついに家建っちゃったよっていうボケが待ってるだろ。お前、そんな大きいやつ考えてたの？
それはお前の口から待ってたのに。言わなきゃダメだった。いや、家立っちゃったよのツッコミ、俺用意してたのよ。なんでお前家立つっていう話を俺すると思っちゃったんだよ。何やってんだよ。お前、血となり肉となりの次に筋肉ときたら次家だろうが。家じゃねえだろ、普通。筋肉なんだからまだ体回り行くだろう、お前。そんなもん。次は家建てます。お疲れ様でした。